はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、南柏駅にございます麺屋シンクさんにお邪魔しております。こちらのお店はね、僕も何度か動画で撮影しておりまして、麺屋シンクの店主さんなんですけど、もう以前から、飲み仲間というか普段からもね親交はございまして、今回はねめちゃめちゃ美味しい限定メニューが出たというお声掛けいただきましたね。今回ねそちらのメニューを食べに伺いました。ただ限定メニューのみでなく、通常メニューのねラーメンも日々進化しているということで、デフォルトのメニューでありますラーメンとそちらのね限定メニュー計ね3杯ほどねいただく予定となっております。でこれね見ていただくと分かる通り、ご厚意でね閉店後お邪魔させていただいております。今回ね特別に店員さんにもピンマイクをつけていただいておりまして、いろいろとねラーメンや限定メニューのこだわりをお伺いしながら絶品のねラーメンを食べていこうと思います。それでは早速店内の方に参ります。よしということで、早速ねシンクさんの店内に入っております。店主さんの神田さんでございます。はじめまして。お願いします。例えば僕の動画でも実は出てるんですけどね一回。ちょっと早速なんですけど、食券余分にちょっと限定1枚買わせていただいたんで、ありがとうございます。お任せでちょっと順番お任せしますんで、はい、お願いします。ちなみに1杯目は何から来る感じですか？ラーメンです。ラーメンから。ラーメンです。よっしゃ。シンクさんって持ち帰りのラーメンもやっておりまして、神田さんからのご好意でお持ち帰りラーメン冷凍で送っていただいたんですけど、多分ねオープン後とかに来た時のラーメンに比べるともう格段に進化しておりまして、実は僕限定も楽しみだったんですけど、進化したラーメンを食うのが楽しみだった。いや僕もねデフォを食べてほしかったんで、よく本当ねこの8ヶ月の成長をヘチマより成長してますから、あの時より材料減らしてるんですけど、はいはい、全体の味が返しにしろ油にしろ豚肝にしろ全部それが分かるような作り方に変えたという。これめっちゃお腹空いてきちゃったな。トッピングはどうします？あ、お任せでお願いします。お任せで、はい、はい、ありがとうございます。うわ、うまそう。お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。うわ、すみません、いただきます。はい、いただきます。全然スープの一体感が段違いですね。めっちゃうまい。よかったよ、マジで。めっちゃうまい。これはよかった、本当によかったよ。もう、うん、うん、まっ。うん、若干野菜も茹で加減変えました。そう、ちょっとこう、返しとかもう結構ガツンとくる感じになってるから、はいはい、あんまクタクタすぎるとボケちゃうから、うん、ちょっと麺痛い。うわ。めっちゃ見てるじゃないですか。ファンだから。いただきます。うまっ。あ、こんな違うんだ。あ、うまい。いやでも8ヶ月結構一生懸命ラーメンと向き合ってきました、来た感じはあります。スープにちゃんと返しと、肉の部分と油の乳化してる部分とうまく層ができるようになってるから、麺に染み込むのも早くて、すすった時にこの醤油感がもう昔と段違いなんで、そう、返しの味がやっぱくっきりとしますよね。うん、ご機嫌ですよ。そんだけ褒められたらそれはもうね、今日うまい酒飲めるもん。今日美味しいビール飲んでください。ビールは通常だからダメよ。本当この進化もただただそのシンクさんとは別物ってわけじゃなくて、昔のシンクがちゃんとブラッシュアップしたっていう進化なんで、ベース自体はドカンって変えてるわけでね、うん、本当に最初のオープン当初から来てるお客さんも喜ぶような進化ですよね。そうですね、オープン当初からのお客さんもなんか最近やっぱ結構おいしくなったって言ってくれることも増えてきて、一番嬉しいですね、それがね。毎日ニヤニヤって言わないです。毎日ニヤニヤです。うん、
逆病ですねこれ一瞬でなくなっちゃう。いやめっちゃうまいな。すいません、ごちそうさまでした。はい、お待たせしました。塩生姜ラーメン。塩生姜ラーメンうまそう。独特ですね、鰹節とごまが入ってるんですね、トッピングに。ということで、ただいまね、2杯目到着いたしました。これって限定メニュー、今後発売されるやつなんですか？これは、ラスの動画が上がった翌日から店内でやろうかなっていう。翌日からマジっすか。今はお持ち帰りと通販だけでやってます。あ、なるほど、はい、いただきます。いただきます。二郎系って聞いたことないですよね、生姜とかの。どうなのどうなの。こういう感じなんですね。うまい、うまい。一口目よりも二口目、三口目の方がうまいですね、スープ。最初の一口目とかはどっちかっていうと生姜の風味ががっつりくるので、スープをね、飲んでいくごとに口の中にラードが広がると、その豚の風味、これがね、強まるんで、徐々に二郎系になっていくって感じですね。うん、そうですね。ちょっとこれいただきます。うわ、うまそう。うまい。でもこっちの方がダイレクトに麺の香りは感じますね。ああ、そうですね、うん、その醤油の香りとかがね、ない分。うまっ。生姜って聞くと確かに二郎系だと違和感ありますけど、うん、あの紅生姜って意外にトッピングして多いじゃないですか。ああ、そうですね、うん、やっぱり実際食べてみると全然違和感ないですね。どっか優しいんで、どっちかっていうとこっちのラーメンは毎日食べたい系のラーメンって感じですね。かつお節が合うね。うん、そう、麺量が多いからやっぱ途中でだん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 と味が変化していくっていうのも楽しんでもらえたらいいなっていう、うん、そうですね、うん、最初からね、混ぜずにこう少しずついろんなトッピング、かつお節だったりとかごまとかあえていくと味のね、変化が徐々に起きるんで、これ面白いと思います。うん、あっさりとこってりが一緒に満足できるというかそうですね、最初あっさりかなと思って食べ進めると意外に来るぞみたいな返しに刻み生姜を入れてるんで、そこの方にやっぱ生姜も溜まってるんで、そこの香りも楽しんでもらえる。なるほど。ぶっちゃけ最初のそのまろやかな感じの時にはごまの風味がこれ別になくてもいいなと思ったんですけど、混ぜてしっかり濃くなってくるとごまが一気にいい味になってくるというか、うん、そうなんです。いや、気づいてもらえるのが嬉しいですやってることの意図に気づいてもらえると、あの今言ったようなその一杯で変化があるラーメンですね、うん、うん、うまかったです。よろしくお願いします。では、はい、ありがとうございます。昆布水の塩生姜漬け麺。お、丼までキンキンなんですね、これ。しっかりと。すげえ。ちなみに、このメニューって、いつぐらいまで提供予定なんでしたっけ？これは、まあ、10月下旬まではやろうかなと思ってます。と、うん、いうことで、3杯目ね、到着いたしました。こちらがね、昆布水の塩生姜漬け麺ということで、早速ね、いただきます。この麺屋シンクさんで僕多分締めた麺食べるの初めてですね。よっ、ちょっといただきます。うん、コシ強っあと多分麺自体も改めてこう食べてみると、噛むたびにね、この粘り気みたいなのが出るので、普通のラーメンじゃ味わえないような食感というか、つけ麺唯一の食感ですね。うん、これちょっとつける前にせっかくなんで、このわさびとね、卓上のこの返しを使って麺だけでね、食べてみようと思います。
うめえわ締めるとちょっとだけね消えてたその麺の香りってものが不思議とね返しとわさびをつけると息を吹き返すというか麺の風味がね全くガラッと変わりますね。うめ、早速ねちょっとつけ汁につけさせていただきます。豚感強っ。ドロドロのねこの昆布水に使ってても全然ねその豚感が弱まってない。で前ちょっと前にLINE でアホほど材料を入れた塩返しの写真来ましたけど確かにそのやっぱあれぐらい入れないと昆布水つけちゃった時に負けちゃうんですね。そうスープもね強いし、うん、昆布水も入るからそうバカみたいに入れないと返しの味がね確かに、うん同じ返しとスープ使ってるのに、うん、このラーメンとつけ麺でこんな違うんだっていうのも、うん、なんかこうちょっと面白いところかな。確かにその風味のね感じ方も変わってきたりしますし、うん、全然別物ですね、うん、だからこれラゴメ昆布ねこれ合わせていただこうかな。丼だけでもカレー塩をかけて、うん、なんか楽しめるっていう仕様にしたかったんですよね。確かに単体で十分楽しめますね、うん、ちょっと待って今のはマジで恥ずかしいふうっておっさん同士でデレデレしてるし、これめっちゃうまいですね。うん。うん。いや本当今日撮影お願いするとき、普通のにします、でかいのにしますって聞いてくれて、普通のでって言ってよかった。やばい。ちゃんと楽しんでよかったちょっと最後ね、この昆布水でスープ割りをさせていただきます。うんうん、すいません、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、ただいま麺屋シンクさんで通常メニューのラーメンと限定メニューを2品いただいてきました。いや、ごちそうさまでした。改めてありがとうございます。めっちゃめちゃうまかったですね。めちゃめちゃ嬉しい本当に正直衝撃受けるぐらいうまかったです、もう全部が。ちなみに、今回いただいた、生姜系の塩ラーメンだとかつけ麺に関して、ね、限定メニューになりまして、つけ麺の方は10月の下旬頃までを予定としておりまして、生姜塩ラーメンに関しては僕のねこの動画が公開した翌日に販売予定となっております。どちらもね両方販売するタイミング出てくるかと思いますので、お腹にね余裕がある方は電食もね OK なので、気になる方はねぜひ、塩生姜も昆布酢のつけ麺もねもちろんラーメンも食べてほしいんですが、好きなものをね好きなだけ食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。いや改めて今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、またじゃあちょっといろいろと周りが落ち着きましたらゆっくりお酒飲みましょう。ありがとうございますということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあねー